ごめんなさい、急に泣いたりして。私の問題だから、きっと私だけにしか解決できない。でも、ありがとう。気持ちは嬉しい。それと、まだ言ってなかった。助けてくれて。そういえば、言ってたっけ？そんな恥ずかしいセリフ。あんなセリフ、本気で言う人がいるなんて思わなかった。そうかもね。というと、まだ足がガクガクしてここから動けそうもないの。もうちょっとだけこのままでいさせて。私の3人でどこかピクニックに行ったりしたいねって話をしてました。下の階層に降りることができないのがネックなのよね。ポップするモンスターが強いとピクニックどころじゃないから。最新の情報と合わせてもう少し検討してみます。あ、それなら温泉とかどう？確か84層に温泉があるって聞いたんだけど。
露天風呂でなかなか広くて気持ちいいって話だけど。その地形データでしたら、私が記憶している情報にも確かにあります。して使用するのにちょうどいい設定になっているようです。ゆいちゃんがそう言うってことは、行ってみたはいいものの温泉がなくて空振りなんてことはないみたいね。って感じでいいんじゃない？してくるね。ん？温泉に行く準備をしてくるんだけど、何か問題があった？
私たち以外には誰もいないようですね。当然露天風呂になるわけだけど、湯船って自分で作ったりするのかな？いえ、ここは岩場なので自分で穴を掘ったりはしないみたいです。しかないってこと？パパもママも一緒に入ればいいじゃないですか。濁り湯だから温泉の中に入っちゃえばお互いよく見えないんじゃない？いいも悪いも家族なんだから別に恥ずかしがる必要もないでしょ。私たちがお風呂の中に入るまでキリト君はこっち見ちゃダメよ。パパとママと一緒にお風呂楽しいです。あ、これだけ広いと泳げちゃいますよ。女の子なのにはしたない。私もちょっと泳いでみたかったりした。やりません。あ、すぐ端っこについちゃいました。
裸なんだから飛び上がったりしちゃダメでしょ。キリト君、見た。まあそういうことにしておきましょうか。集めるとレア装備になったりするのかと思ったけど、そういうのもなさそうね。これだけあれば十分そうです。ありがとうございます、パパ。それじゃあそろそろ帰りましょうか。湯冷めしちゃったりすると良くないし。ないでしょ。もう雰囲気よ雰囲気。せっかく温泉気分なんだから、最後まできっちり楽しまないと。Thank you.
ある豪華のある場所が分かったの。秘伝の書の欠けてたテキストを見つけたのよ。ほら、ここに書いてあるでしょ。読んでみなさいよ。私はいつでも大丈夫だから、キリトの都合がいい時に声かけてね。